皆さんこんにちは。日本での実績を引っ提げ、近年は毎年のように日本人選手がメジャーリーグへの挑戦をしていますが、海を渡った全ての選手が結果を残せるものではありません。そんな中で投打の日本人メジャーリーガーを代表するイチロー氏とダルビッシュ有選手は、共に第2回 WBC では日本代表メンバーに選出され、2大会連続世界一に貢献し、メジャーリーグの舞台でも何度も対戦した両者。そんな2人の間には WBC 第2回大会以降、たびたび不仲なのではないかと噂されているようです。そこで今回は、なぜこのような噂が歩き回っているのか徹底調査しましたので、ご紹介していきたいと思います。イチロー氏は2006年に行われた WBC 第1回大会に日本代表メンバーとして選出され、イチロー氏の活躍などもあり、日本代表は初の大会で世界一に輝き、2009年の第2回大会の時には35歳という年齢ながら代表に選ばれ、チームの年長者として若い選手を引っ張っていました。一方でダルビッシュ選手は2007年には210奪三振で自身初となるパ・リーグ最多奪三振のタイトルを獲得し、第2回大会前年の2008年シーズンには16勝を挙げ、北海道日本ハムファイターズの若きエースとして活躍していました。そんな両者がチームメイトとなったのは第2回大会でのことでした。そして第2回 WBC 終了後から、イチロー、ダルビッシュ有の不仲説というのがたびたび話題となっています。なぜこのような噂が歩き回っているのか、ことの発端は2009年の第2回 WBC まで遡ります。不仲説が浮上した原因は諸説ありますが、当時ダルビッシュ選手は日本ハムファイターズのエースとして君臨しており、メジャーリーグには全然興味ないと発言し、それに対してイチローはメジャーリーグの方が日本よりレベルが上と発言したため、ダルビッシュ選手が反発したというのがきっかけとなっています。また第2回大会の終盤でリリーフ陣を強化するという理由から、本大会でも松坂大輔氏、岩隈久志氏と先発3本柱と称され、本戦でも先発投手として登板していたダルビッシュ選手が抑えに回されたことがありました。この時前年16勝を挙げていたこと、もともとプライドの高い性格のダルビッシュ選手がうなだれていたため、それを見たイチロー氏が、しのごの言わないでやれと喝を入れ、これもダルビッシュ選手からしたら面白くなかったでしょう。この件から5年経った2014年に週刊誌で報道され、一時話題となりました。その後ダルビッシュ選手本人が自身のツイッターで否定するツイートがあったため、一旦は沈静化しました。ところが2016年シーズン開幕直後にこの話題が再燃することとなってしまいます。それはテレビ朝日の報道ステーションで稲葉篤紀氏がイチロー氏をインタビューしたことがきっかけでした。稲葉氏が番組内でイチローにウェイトトレーニングについて質問したところ、イチローは強力にウェイトトレーニングをし筋肉量を増加させることに対し否定的な発言しました。これは常日頃ウェイトトレーニングを推奨し、2015年シーズンを棒に振る中、ストイックなウェイトトレーニングで体を極限まで増大され、強い体を手に入れたダルビッシュ選手の考えと正反対に位置する発言となり、再びファンからは、やっぱり仲悪かったんだ、ちょこちょこ言い合いしてるよな、この2人などのコメントが寄せられましたが、2016年、ダルビッシュ選手は自身のインスタグラムとツイッターで、イチロー氏と自主トレを行ったことを明かしました。ダルビッシュ選手は、まずインスタグラムで、今日はイチローさんのところにお邪魔して、鳥取ワールドウィングの小山さんに初動負荷マシーンの使い方を教えていただきました。ムネリンとペアを組んでやりましたよ。終了後は小山さんによる勉強会に参加しました、と報告し、自身がマシーンでトレーニングを行う様子を投稿しました。またイチローがトレーニングを行う鳥取のワールドウィングで小山宏代表の講義も受けたといいます。その後ツイッターでは、舐めていたわけでは全くないんですが、今日は思っていたより得たものが多かったです。
一郎さんには10月頃からお願いしていたのですが、心よく受け入れていただいて本当に感謝しかありません。間近で書道負荷のマシーンをされている一郎さんを見れましたが、異次元すぎましたと投稿。衰えを見せない大先輩の動きに衝撃を受けたようでした。このように不仲説が何度も浮上していますが、互いに交流があり、不仲というのはただの噂なのではないでしょうか。決定的だったのは2023年3月に行われた第5回 WBC で、イチローとダルビッシュ選手が貢献した第2回大会以来、3大会ぶりに世界一に輝いた翌日、イチローは今回何より嬉しかったのは、ダルが日本代表の招集日初日から参加してくれたこと。2009年の最後のメンバーですから、ダルの思い、意気込みも含めてチームを引っ張るという覚悟、つなげてくれている証だと僕は思っている。もちろん次回も代表メンバーに入る状態にあってほしいけど、後輩たちが今回のダルの思いをつなげていってほしいと、 WBC での優勝を知る最後のメンバーにエールを送りました。そのコメントを耳にしたダルビッシュ選手は、もちろん光栄ですよね、イチローさんに褒められることなんてないと思うので、こういうところで褒めていただけるというのは本当に光栄ですし自信になりました。イチローさんが前回2009年に出られたのが35歳くらいで、同じくらいの年齢だったので、いろいろチームのことをしなきゃいけない中で、ああやって日本代表に時間を割いてくださっていた。自分もこの年齢になってきてますから、それは若干意識はしましたし、同時に大会期間中、イチローさんと自分のやり方は違ったと思いますけど、置かれている立場というのはすごく似ていたので、イチローさんも結構大変だったんだな、やっぱりとか、いろいろ考えることはありましたね。覚悟という、自分がどういうことを求められているかというのは、自分の年齢だったり今までの経験だったりというところで理解はしていましたので、だからそこはちゃんとできたのかなというところはありますとコメントし、2009年のイチローと同じ立場となり、あの時の偉大さを理解したようでした。またイチローとダルビッシュ選手は外野手と投手ということで、ポジションも違えばチーム内で求められている結果も異なり、お互いを否定したところでどちらにもメリットはありません。調査した結果としては、 WBC 後の両者の不仲説はただの噂に過ぎないと結論に至りました。WBC 終了後のキャンプ地で検討したダルビッシュ有を抱擁で迎え入れたシーンは、2人の絆を何よりも象徴する場面でした。今回はイチロー氏とダルビッシュ有選手の不仲説について調査してきましたが、第2回大会当時はダルビッシュ選手も23歳と若く、その若さでチームのエースを務めていただけに、それなりのプライドもあったことでしょう。また一方のイチロー氏はすでにメジャーの最前線で活躍しており、チーム全体を見ていろいろと発言をしていたことでしょう。いずれにしても同じ年齢でチームの年長者として、お互いの大変さも理解し、両者の関係は改良されていることでしょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。